幾とせも父の死から目を背けてきた。またしても逃げるとあらば、幻影は膨らむ一方。己一人で父の死と向き合えるのか？知恵を貸してやるぞ。魂を常闇に沈めたくはなかろう。幻、まだ聞こえるか？槍川の陣、まさか来るとはな。何があった？ここに住んでた友人だ。仲間にしようと思ったが、猛虎に先を越されちまった。せめて埋めてやろうと思ってね。少し待て。手を貸そう。知らない奴だろ。構わん、桑をくれ。ふん、好きにしな。来世では幸せにな。仏教を知っておるのだな。ああ、見くびるなよ。仲間に引き合わせるという話、心を決めたか？さてね、毒はまだ回ってるんだよな。ああ、しかし大事ない。仲間のもとへ連れて行け。俺が皆を特進させよう。はあ、こりゃ参った。先は長いぞ。遅れるなよ。どこへ向かう？俺たちの隠れ家、かつては侍から、今は猛虎から守ってくれてる。侍を連れることに心がかりは？そりゃあるが、人では多い方がいいだろう。隠れ家では気をつけな。堺の襲来以降、
侍の嫌われっぷりときたら蛇でも歯が立たないほどだ。酒井の襲来だと。あの人斬りは島に秩序をもたらせると思い上がりやがった。てよかったか、いい連中が大勢死んじまった。どちらにも火があったと聞くが。嘘ではないな。それが戦ってもんだ。この先に隠れ道があるんだ。猛虎、道が見つかった。あんたの手は誰だ。道が塞がれておる。不可の計らいだ。もしよそ者に見つかったら入り口を塞いでそいつらを殺す。一人残らず。仲間の客には寛容であればよいが。楽しみにしておこう。他の入り口は。確か海辺に。だが幼い頃に使ってたもんだ。残ってるかな。行ってみよう。こやつは幾人も殺したのであろうな。息に渡った父の老頭、寝込みを襲われ、喉を切られ、血だまりの中で死んでおったぞ。黙れ。ジン、どうした。いや、大鷹の声が聞こえた。心の内で聞こえるのか。ああ、俺が計らずも頭に浮かべた言葉が大鷹の声で。そりゃ辛いな。この道、武士では見つけられんわけだな。侍から免れた唯一の砦だぜ。猛虎も見つけられまい。渡れねえよ。常に道はある。お侍は言うことが違うね。よく滑る口だな。褒めてくれんな。やるな。俺にも一つくれ。対馬の鍛冶屋に頼むとよい。対馬だと。嫌なこった。私も登ってこい。鮮やか。もうことも俺たちの船を狙ってる。友人か。友人とは呼ばないが仲間だ。隠れろ。これで4艘の船が沈められた。ここを通れるはず。深とはどこであった。思いがけず酒井殿の宿でな。酒井砦か。ひどい飯だった。
首は繋がったまま帰れたが、他の客は全滅だ。間もなくだ。こやつは罪人の巣へと引き込むつもりだ。殺されるぞ、愛しい父のように。門を通れば引き返すことはできない。あんた次第で俺も死ぬ。肝に銘じておけよ。いらぬ心遣いをするな。後悔はさせん。よし、その様子なら心配ないな。離れるな。あと太刀も抜くな。あんたは黙ってりゃいい。侍じゃねえか。頭に伝えるから待ってろ。いや、俺が行く。仕事に戻れ。侍、悪さすんなよ。負荷に気に入られろ。そうすりゃ周りもおとなしくなるさ。もし子孫じたら、縛られて海に落とされたやつもいれば、船に吊るされて鳥に食われたやつもいたな。侍だとどうなるかね。この者ら、こいつらも毒を盛られて病んじまったんだ。天蔵、汚れてない布はあるかい？俺の着物を裂いて布にすればいい。陣、行くぞ。負荷が待ってる。お主の家か？貸してやってる。平気だ。どうした？どこに行ったんだ？負荷だ。悠々と見下ろしてら。天蔵、さっさと上がってきな。今行く。いいな、笑顔だ。侍の矜持は忘れろ。天蔵ね。どういうつもりだ、天蔵。なあ、聞いてくれ。聞くとも。ほら、なぜ侍なんかを私の家に連れたのか言い分けてみろ。戦えるやつを探してただろう。私らと共に戦えるものだ。その首が狙いなら党に取っておる。ジン、お前は黙ってろ。この侍の弁明楽しく聞けそうじゃないか。もう子供は対馬にも襲来してきた。今大高を息で止めねば、あやつの毒でさらに蹂躙されてしまう。共に大高を倒し故郷を守ろう。力を貸してくれぬか。天蔵、お前の客だ。何とか言え。助けになるか、または猛虎の槍に疲れるか。死んだとしても侍を殺したと自慢すりゃいいさ。俺たちに失うものはない。よし、よくわかった。お前船に酔うか。次の大風の時、総掛かりの船で猛虎の戦船を襲う。仲間が命を落とすだけだ。俺が船に乗り込み沈めてみせよ。天蔵、こいつたわごとを抜かしてるぞ。いや、一理ある。俺たちじゃ戦船に近づけないだろう。だが数日おきに島から出てる補給船なら。その船を奪い戦船に乗り込めばよい。なるほど、うまくいくと思うならお前に任せる。男手が欲しい。陣も含めてな。いいだろう。補給船は島の北東に止まってる。崖に囲まれた入り江を探せ。そこで会おう。負荷、恩に切る。
足をすくわれないようにしな。弓は休ませておくと弱くなるよ。もうこの首で試し切りしてみるか。その鎧、よもや唾で磨いてないだろうね。大事にしな。必ず戻ってくるんだよ。そして耳を切り、鼻を剃る。しまいには唇まで。非情な男なのさ。黒手の陸ってのは呪われてるんだ。何の話だ。黒手の陸、かつて息を苦しめた海賊の船長が墓穴から蘇ったのですよ。黒手の陸、海で死んだと聞いておるが。さようです。柏と申します。わしも黒手の陸の手下だったのですよ。しかし、あの夜のことは今でも夢に出てくるほど。詳しく聞かせてもらおう。喜んで。すでに川屋には行かれましたかな。かつて壱岐に凶悪なる海賊の長がありました。人呼びて黒手の陸。陸は人を捕らえては細切りにして常に一平を斧がしもべへと与えたのでございます。横島なる真白へ。ある日、陸が猿神をたたえて鎧を作りますと、猿神の御霊が宿ったのでございます。さすれば御霊のささやきで陸はたけり、なおも奪い取らんと襲い続け、斧が命をも顧みぬありさまでございました。武戸瀬前、黒手の陸が襲った船の荷を開けますと、中にはわらべが。陸は幼子を海へ投げ捨て、万の侍の皮を生きたまま剥いだのでございます。手下は固唾を飲み、陸の柱は皮をねぶる地獄のありさま。それがゆえんでしょう、手下どもは狂乱した頭を毒で死にそうといたしました。まずは胸をひと突き、毒で目をつぶして。それでも陸は死にませなんだ。猿神の鎧のおかげでありましょうか。陸は船を燃やし、柱と共に消えました。手下は燃えて灰となり、黄泉への船で。こと切れる前に
陸はマシラの鎧を息のいずこかへ隠したとか。かくて陸は怨霊となり、忌まわしき黒手の陸の鎧を求める勇者と愚者とを等しくほふらんとしておるのだそうでございます。さてもさても、かつて陸の下で働いたが手にかけたということか。止めねばならんかったゆえ。鎧は見つからぬままなのか。挑んだ者は陸の怨霊に残らず食われちまったようです。息の猿は陸の眼と耳だという噂も立っとりますわ。では俺が今日を催したことは知られたな。船はどこで沈んだ。あの夜のことはあまり覚えとらんのです。もう一人生き残った船乗りならば、あるいは港です。糸間を見つけては竹の筋を登って、あの時の恐怖を忘れようとしとります。しかと聞いたぞ。ご用心を。猿が見とりますゆえ。陸には全てが見えておりますよ。地図がいるんだ。クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。龍蔵。よし、いいことだ。
猛虎には負けないと樹脂に伝えな。あの毒を飲む気もさらさらないからな。気味が悪い、みんなに何してるか知ってんだよ。分配した。驚いたね、侍に助けられるなんてさ。お主ミナト？だったら何？伝承の鎧を探しておる。お主はリクの手下であったとか。し、やめな、聞かれちまう。伝承は誠だな。夜になるとリクの気配を感じる。猿の声が聞こえんだよ。あいつら骨の髄を眠ってんだ。滑稽に思うかもしれないけど本当のことなんだ。あの猿どもは人を見張ってる。リクが眠る地を見つけたい。少しでも覚えておることはないのか。あの夜北東の岸で船を止めた。そしたら海がいつもと違ってた。光ってたんだ。月の光か。月は顔を出してなかった。光る海、十分ではないが調べてみよう。鎧のことは忘れな。あんたのためだ。一番里い子だったんだ。それなのに猛虎のせいで変わっちまった。負荷の隠れ家でかくまってもらえ。ここは安全。悪い人はいない。どものため己を恥ずかしめるか。
リクもここへ来たのか。この先は通れんな。火を灯せば何か手立てが見つかるやも。殺されて間もないようだが、誰に？財宝の山、幾年かけて集めた。
お前が来ることは夢で見ていた。姿を見せろ。お前も欲するか、この俺の鎧を。そして猿神様の真力を。黒手の陸、生きておったか。いいや、一度死に蘇ったのだ、この闇の中で。メシーであろう、勝負にはならんぞ。ああ、そうであろうな。集え、猿ども、宴だ。馬が上を嘆いている。
集え、猿ども。宴だ。猿ども、宴だ。